だから本当は一番いいのはその人がいくつだか年も分かんないみたいなのが一番いいやね。僕なんか見る側としては、うん、あんまり細かい、だからインタビューとかあんまり細かい記事なんかでもって、その人はどこどこの出身でどうでってどこで今年がいくつってなんて言うとげんなりしちゃうもんね。うん、年なんかむしろ分かんない方がいい。それからどんなところで生まれて何してきてどういうふうになったんだか分かんない方がいい。そのことより何が何だか分かんないんだけど何してたんだろう、これやる前泥棒かなんかやってたんじゃねえかなって感じがするような人の方がおもろいね。渥美さん、渥美清さん、寅さん、先ほど年亡くなった時まだ68でした。4年前の暮れ、同じ舞台に最後の作品の一本前、47作の背景車寅次郎様で渥美さんが挨拶に立っていました。去年ここでご挨拶した、ついこの間のような気がします。あれから1年、本当に早いものだと思います。今回は綺麗な方の2人を見ていただきました。のり子さんとは大変芝居でしょっちゅうついておりました。こちらのお嬢さんとは郵便局だけで一緒に映画の方ではあまり一緒になりませんでした。まあ、どうぞよろしくお楽しみ。そのドル箱映画が渥美さんが亡くなって終わってしまいました。今月3日、撮影の最後の山場、渥美さんの真骨頂、長ゼリフの場面です。皆さんは渥美さんの最後の作品、男はつらいよ48作、寅次郎紅の花が封切りされる直前、こんな番組が放送されたのを覚えてらっしゃいますか？はい、古い城下町だよ。ごめんなさい。はい、城下町だよ。はい、よーい。古い城下町だよ。花嫁さんの行列に車突っ込んだんだ、あいつが。噂は町中広がっちゃってるよ。渥美さんがとちってる。何回も何回も NG 出してる。私が出た時はこんなこと絶対なかった。はい、ちょっと待ってください。松竹は NHK の取材申し込みをいつものように断ろうと思っていました。渥美さんもきっと断るだろう。ちょっとびっくりしたことを覚えてますよ。本当にいいって言ったのかいという。だったらそれはいいよというそのことで、クローズアップ現代で宣伝してもらえるわけだからね、いいんじゃないのかと言って。でもね、今振り返って、じゃあそのもういいんじゃないと言って渥美さんが引き受けたということは、まあ。それを励みにして何とか元気にやろうということまでは考えないにしても、なんていうかな、画面に映ってる時じゃない普段の自分をこうビデオに収める最後の機会かもしれないなと、いうことはもしかして感じていた、考えての上で彼の承諾があったのかもしれない。まあ、そんなふうに思ったりしますけどね。だから海岸で、奄美の海岸で彼がいろんな質問に割に柔らかい表情で答えてた、スーパーマンの話なんかをしてる時、よく渥美さんこんだけきちんと喋ってるなと、むしろそう思いましたね。本当に遺言のようなつもりで喋ったんじゃないのかな、あれは。ああいうことは普段はあまり喋りたがらない人ですからね。寅さんが手を振りすぎていたのかな、愛想が良すぎたのかな、スーパーマンが撮影の時に見てた子供たちが飛べ飛べ早く飛べって言ったってけども、スーパーマンはやっぱり日本の足で地面に立ってちゃいけないんだよね。だから寅さんも黙ってちゃいけないんでしょう。
24時間手振ってなきゃね、ご苦労さんなこったね。うん、飛べ飛べって言われてもスーパーマン飛べないもんね。針金で釣ってんだもんね。今どうですか、もう長いこと舞台そのものってのはないですけども、うん、やっぱり今でも本物のね、生の舞台にもう一回やりたいって気持ちはやっぱあるんですか。でもね、体力的にダメだね。舞台ってのは一番体力必要とするんですよ。あれはね、自分がセリフ言ってなくても自分も映されてるっていうか、劇場の中の観客に見られてるんですよ。舞台の上出てる限り、ね、アップとかそういうのはないわけですからね。アップは自分でもってアップの所作をするだけであって、ね、ロングの時はロングの所作をするだけであって、ね、今度はどうして役者になったのかって聞いてみました。他にやることがないからってことだよね。今や他に何かやることがないから、うん、しないよ。で、まあこれが いろんなことをやったり見たりして、まあこれが一番なんていうのかしら、受け入れてもらえたってことなんじゃないかな、うん、やっぱり必要とされたっていうことかしらね、必要とされたっていうか、他の会社行ったり工場行ったりさ、そんな必要とされないでしょ、このおじさんは。バカばっかりってしょっちゅうバーって夢見心地でさ、バカばっかり言ってんだからさ、必要とされないよそんな。うん、早くいなくなってくんないかって言われちゃうよ。やっぱりこの商売だからさ、なんとかこうやってお茶濁してるけど、うん、どうして寅さん一本なのかという質問に渥美さんはこんな答えをしました。絞って仕事されてる。いや、絞ってっていうよりも、そうあんまり他のことしたくないっていうし、あちこちそうできないしね、うん、もう精いっぱいだ、これやってるだけでできない、うん、これやってるだけで精いっぱいだ。あっちもこっちもってわけにいかない。あんまり器用じゃないんだろうね、そういった意味では。それは渥美さんの悲痛な叫びでした。それまで来てほしいなんてどこでも言われたことないから、もうお前いらないよって言われたことあるけど、来てほしいって言われたのは役者になってからだね、うん、それまで友達の親父の商売手伝ったり、まあいろいろ若い時はいろんなことをそんなちょっと仕事のデザインしたり何かしたけども、求められたってことはなかったね、うん、初めてこの役者やって、あのうちの劇場へ出てくれ、いやそっちよりもこっちの方があの待遇を良くするからこっちの劇場へ出てくれとか、初めてそのそういうこと言われたっていうかな。生まれも育ちも葛飾柴又です。うん、まあ言ってみれば面白おかしく過ごさせてもらったね。これが何かのセールスマンなんかだったら、もっともっと生きることの悲哀とか、朝起きる時の辛さだとか、いろんなものを感じたろうね。そういうことをしている人たちよりははるかに面白おかしく過ごさせてもらったんじゃないかしら。